国分寺資料八王子、お台場グランド日光ヒルトンベイシェラトン東武船橋葛飾区、なんでか知らないけど2016年から活発になってますね。インド系が黒い人ですね。それでこれと関係してると思うんですよね。彼らは無意識でやってるようなんですけれども、 TO3 のヘッドで、なぜかわからないんですけども、ここは日本なんですけれども、活発にアメ一部のアメリカ人とですね、英米人かな、この辺を一帯をどうしたいのかわからないんですよね。この人たちはどうして国分寺のセレオの中とか八王子とか船橋東部を自由に出入りして、るのかなって。まあウォルマート店員もそうですけれども、一番問題なのは グランド日光のこの辺がやっぱりダメなんですよね。